はい、こんにちは、マナスマナカです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ついに博多へ出発します。博多へ出発する前の前日ですねの用意なんですけれども、アガベのね、カキコとか今までに撮ってなかったものを撮って、皆様にどういうものを持っていくのかっていうね、気持ちを高めてほしいと思って今撮影しております。暑い暑いです。めちゃめちゃ暑いんですよ。はい、今のね、こう1ステージ2ステージぐらいボルテージ上げた瞬間にもう俺は熱いちょっと今からカキコ取っていきたいと思います。またね、いろいろ他にもね、入荷したものがあるので、今日持ってきるものも増えたので、それも含めて皆様にご覧いただけたらなと思います。まずこれ、はい、ブラックファイヤーです。よくこれ何ですかと聞かれるそうですが、ブラックファイヤーでかくなるとこんだけかっこいいです。はい、もうね、全然徒長もしてなくて同じね、刃の長さで展開してくれてます。すんごいかっこよくない？ここら辺とか見てみ、ほらここら辺、はい、はい、めちゃめちゃかっこいいですね。すごくね、この上に立ち上がるこの巨手の強さとね、黒さがね、ブラックファイヤーならではの特徴が出てます。今回これの小株がここに2つあったね。こっちにもあるわ。こちら2つ持ってきたいと思います。うわ、取りづれ。ここら辺でやろうかな。いった、ここ痛い。うわ、グリグリって痛い。ちょっとあれだな、手袋しないと無理だ。ちょっと見えなくなります、一回ごめんなさいいやー、やばいな。ちょっと手伝って、ちょっと一回こう上に上げといてもらっていい？これを顔をグッと思いっきり上に折らない程度でグッと思いっきり持っていいよ。うわー深い、目元が深い。ぐわー、いやー失敗しそうやばい、ちょっとこっちが傷ついちゃってるやばいわ、ここが折り切った。ここ掘ろうかな、ちょっとここを掘りますこれね、下手すると元じゃなくて取れちゃいそう。ちょっと待って、なんか棒みたいななかったっけ。よっしゃ、こうやるといいですね、本当に取れないときは使ってピンセット。あ、ごめん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 、よし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 、飽きてる。あ、来たん、来た、ん、あー来ました。ちょっとここだけ折れちゃって、裏研ぎチックなのもあるね、謎に。はい、取れました。あっち汗が俺やばくない？手ごわすぎ、手ごわすぎ。よし、今度こいつだ。ちょっともうそのまま持ち上げちゃう。よし、うわー、こいつもやばいわ、やばいわ。よし、ちょっとこいつ、あ、いた、あ、いた。あー、でもだいぶ来たか。えいっ来た、かっこいいでしょ。かっこいい、こいつのです。いや俺、いや汗やばくない一瞬にはい、2つ限定でこれ持ってきます。はい、じゃあ次行きましょう。あれ、あれ、うん、めっちゃ重いわ。はい、じゃあ次これを行きます。こいつを持ってきます。俺こっち持ってるから、はい、せーの、はい、よいしょよし、タイガー、ここだ。よし、オッケー。これ取れるかな？これは取れないかもしれないな。もはや。こいつらでしょうね、取れるなら。あ、これは、あ、やべ、グリってなっちゃった。ちょっとグリってなっちゃいましたが、取れました。一個。かっこよくない？めちゃめちゃ。これ、こう見た方がいいよね。こう見てほしい。あ、これは無理。わかる。わかるんですよ。いけるかいけないかは。潜らせて、でここら辺は5年前ぐらいにも入れてるやつですね抜いた方が早い、これ。ん、どこ抜きます？うん、抜いちゃう。ちょっとじゃあ一回下が詰まってる、根が。いや、ダメそうか、はあ、きついわこれ熱っ熱い、 いあ、来てる、あ、来てるかも。せーの、おお、うわ、まだ詰まりまくってるはい、いいですか皆さん、これが根鉢というものですはい、じゃあこれ、これは簡単にこれで取れるね。はい、1個、はい、取りやすい。うわ、かっこいい。イエスイエス、こいつ、こいつから、いや、そのままそっちに刺しそうで怖いわスタッフ大輝のね、方に刺しそう、そのままバーンってきそう。ちょっとこっちにもやんないとダメだ。わかった。あら、ちょっと、あ、でも根が残ってる、大丈夫。見てください、この汗見えてるかなやばいよ。はい、取りました2つ。オッケー、このまま普通に戻しちゃっていいかもね。はい、いやー、はまりません
次、ブルーグローと BB ですねのハイブリッド、なかなか持ってる人いないと思います。はい、はあ、じゃこれも素早く、お、なんか双子みたいだね。あ、双子ではないのか、同じ場所から出ていそうです。これと、はい、取れました。はい、最高です。整ってきた整ってきた。取って打ってくださいってよく言われるそうなので、はい、その言葉を大事に。ちょっとごめん、掃除がごめん取りづらいと思うんで。生きてる根っこ、これの小株です。もう指が立っちゃう1 はい、ユタ、これがユタの小株ね、同じタイプ。おお、今度はこれの小株です、はい、取りますね、はい、多分すぐ取れますねこれは。はい、マスタキ大輝は今回はいけませんが、皆さんが分かるように目印を取っといてくれてます。はい、2個目、はい、はい、はい、熱い、いいかな、3個で、はい、3個限定です。4個3個3個ですね、3個です、はい、3個3個限定です。じゃあ次行きましょう。熱い、あ、これだ。次これ、これもやばくて、ほんと5、6年前にアメリカから入れた株で、もともとでかくてほんとすっごい高かったんですけど、これもね多分今出てるような株の元になってるやつでしょうね、確実にと思います。はい、一回ね去年あの外出しっぱにされてしまったというとこ、ことがあり、ちょっと傷んでるんですけど、巨子はやばいよね、ほんと太い。はい、まあ、全部ねアガベってこうでかくなっちゃうんで、見切りしてるのを見ると今後でかくなるけど、コンパクトにも絶対できるので、このこいつを取ります。今もすごいですよ皆さん、ここが、これはね、ぜひ、これはもう1個しかないです。2個目出てるけど1個しかないです。他も譲ったことはないかな、これはね。はい、初です。はい、これくださいって言ってスクショしてきてくださいね皆さんね、どれかもう僕らも分からなくなっちゃいそうなんで、はい、お願いします。はい、次、はい、これがねライオンズメインです。ライオンズメイン、Yes、ライオンズメインです。はい、これはね、かっこいい。これね、胴切りして増やしたものなんです。これもね、たくさん持っていくんで、まだお持ちでない方はぜひね、うちで作ったライオンズメインですね。ここから作り上げなきゃいけないんですけども、ぜひね、ご購入いただきたいと思います。待ってろ、博多。今度、チタノタ、エオ。フランス語になっちゃった。はい、チタノタ R です。チタノタ R の、小株。めちゃめちゃね、巨子の色が手前にある葉に近い方があれ、ちょっと濃い茶色っぽくなってて、巨子のね、出てる部分は白いっていう、なんかね、ほんと面白い色してるんですけど、まあ、これからもね、親の個体に似ることは間違いないんですけれども、こういう風にね、新たなこう個体として、特徴出てくる株もあるので、皆さん楽しみにしていてください。はい。涼しい外。はい、はい、はい、次。これです。ほら、すごくないですか。巨子がもうね、めっちゃトップスパインなんかめちゃめちゃ長いんですけど、最近なんかは、イランの株ってめちゃめちゃ入ってくるようになったんですけど、これ2、3年前僕が初期のロットで100個ぐらい入れてるやつのイラン白毛と呼ばれてきてるものなんで、この中からいろいろとね命名されてるものって多くなってるので、この株めっちゃかっこいいと思います。もう今すでに完成されてる、僕らの方でも後でねハデスとかもお見せするんですけど、ハデスとかよりもしかしたら今現状はトップスパインが長いかもしれない。それ考えたらお手頃価格なんじゃないって思っちゃうぐらいの株ですね。はい、これもねイラン白芸で入った株。もうね巨子のところのね茶色部分かっこいいんだけど、もうこっち、ここも見てほしい。はい、グラデーション、はい、グラデーションがねめちゃめちゃ綺麗なんで、もうめちゃめちゃかっこいい。これもイランの株、イラン のマークが書いてあるやつ。本当にねその時のイランの株っていうのはなかなかね買いやすい価格だったんですけど、今もう とてもじゃないけど買えないぐらい名前がついてきてるものとかめちゃめちゃ高くなってますけど、まあ、それが何個もあった中から選抜されてるのと思うので、僕もねこう大事に取ってきた株なので、ぜひね皆さんね見てほしい。何これってなると思うんで、いや何これって何回も言いますけどねそう思うと思うんで、ぜひね直接博多近辺に住んでる方は見に来てほしいなと思います。はい、はい、次にねマクロポタのハイブリッド、これもねいいものから巨子が長くてトップスパインも長いやつでね、葉の色も綺麗なやつを胴切りして増やしたもの、こういうのも持っていきます。はい、この株に関してはめちゃめちゃいいものをやっぱり切ってるんで、最初からねこうトップスパインが長いし葉も短いものなんで、特にねマクロの良さとポタトルムの良さをねこう合致したものがこの株の良さだと思うので、ぜひ見てほしい。これも見たらもうワオワオパワーってやりたいだけだよもうはい、これハデスですね。ハデス、さっきのとどうですか、見比べてみましょうかね。どうなんだよマナカーと、本当にハデスよりすごいのかっていうところなんですけど、今現在すごいんで皆さん待っててください、安心してください。はい、OK です。イラン、ハデス、はい、こっちがハデスです。
どうですか、どっちもすごいけど今のところトップスパイの長さとかはこのイラン白毛がね勝ってるぐらい本当に長いんで、ぜひね見てほしい。まあ数は少ないんですけれども、まあ切った分だけまたコンパクトになってかっこよくなってるんで、ぜひその目でお確かめいただきたいと、お確かめいただきたいなと思います。頭痛くなってきちゃったはい、他はないですかね。あ、シーザーもすごいよね。はい、ちょっと焼けちゃった外出して今日水あげないと、はい、シーザー、はい、シーザーはねやっぱ特徴出てますね。うねりの強さっていうのはすごく出てます。はい、まあ、こちらもねあのシーザーに関してはもう持っていくので、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、まあ、他にももうねいろいろちっちゃい株なんかもすごく持っていくので、このね小株に関しては楽しみにしていただけたらなと思います。最近のね本当にイランの白毛とした株は本当にね間違いないと思うので、今ね比べてみて分かったと思うんですけれども、すごくね見劣りしないめちゃめちゃいいクオリティを持ったものなので、ぜひねその目で1日目から確かめに来てほしいなと思います。あとこれ、これはもうね見に来るだけでもいいと思うね。作り込まれたハレース、ハデスってさ、こうハデスってやったらすごいクレームいっぱい来たんでコメントねハレースって言ってる。はいはい、すごいかっこいいよね。はい、あの ここのね細かいこのスパイン、うねりも、はい、細かいスパインもあるんだけど太いのもある。このねコンビネーションっていうのかな、細かいのと太いっていうのがねめちゃめちゃねこうかっこいい。しかもこのトップスパインの色なんかも最高。ぜひ本物見に来てください。めちゃめちゃ丹波なんで、まあ、もちろんねこの株は非売ではなく販売してるので、この遺伝子欲しいなと思った方はもうぜひね用紙に入れちゃってください。お願いします。はい、ほらちょっとね若干ねこう長円っぽくなった。全部このね葉がこう長円っぽいフィリグリなんかも持ってきます。はい、これもすごいよね株としてね。なんかこう全部がこう急にうねうねってしてきてるし、次のもうねうねってしてきてるんで、これからねトップスパイン変わっていくと思います。はい、楽しみにしていただけたら、これもね生で見に来てください。でこちらもハレスで入ってる株ですね。これはね異常に挙手が長いタイプ。まあねさっきのハレスとはまたねまた違った感じ、異常にねうねりが長くてこれもかっこいいです。はい、なかなかねこういった株っていうのは本当に巡り会えないと思うんで、気になった方は博多でぜひ見ていただきたいなと思います。めちゃめちゃかっこいいねこれね、最高です。はい、と白毛、はい、このね白毛はもうすごいうねりがね全部すごいんだけど、こことか特に見えるかな、ここのね先のうねりとかが、はい、特にすごい。もうこれはねほんと、マジモンの白毛だね。もうマジ白毛です。めっちゃかっこいいんで、なかなかないんじゃないでしょうか。これやばいよね、これね、これね多分あんまり気づいてる人いないと思うんですけど、でまずこれやばいのはこれ白毛の覆輪っていうので名前来たんですけど、マジでこれ符が入ってて、しかも最近出てきたところはもうこれバックスピン、裏トゲが生えてきた。こっちもね継承されてるから、こっちも今度出てきてるのも継承されてるんで、白毛覆輪の裏トゲって多分ないよね。これは見たことないですね。まあ、お値段もべらぼうなんですけど、いやこの風に関しては多分消えないと思うし、貴福林なんじゃないのってね思われる方いるかもしれないですけども、巨子がそもそも全く貴福林とは違うんで、まあ、細かいし白毛のね巨子が出てるのを考えるとこれはマジでやばいですね。で気づいてる人は絶対いないけども、本気で見たら、はい、これがねしっかりね入るように色が出てきて、巨子がね裏トゲが出てるなんていうのはもう贅沢すぎますね。まあ、こういう株はもうほとんど出会えないと思います。最高の株ですね。はい、紹介させていただきました。はい、その他にこれ一押しじゃない、これやばいよね。もう多分画面越しの画力強いよ。 OK です。はい、久しぶりに言わせていただいていいですか。このねブラック&ブルーはやばいっす。もうね色がすごい。で巨子のね強さ太さももう他のと違うし、ちょっとねこのトップスパインのところのうねりもあって、これはね何本だろうな、100本以上入ってきたね。100本以上入ってきた中でもこういったカバンマジでないんで、大きくなった時には、まあ、すごいねかっこいいブラック&ブルーになると思うので、ブラック&ブルー初めて手にするんであれば、まあしょうもない株よりこういうやつの方が、まあ、希少性を求めている方に対してはめちゃめちゃいいのかなと思います。はい、それぐらいね僕らが持っている中でもなかなか出会えないブラック&ブルーでした。はい、じゃあそんなところでこれから、積んでいきたいと思います。またねちょっと次の動画に、入荷のものは移りたいと思うんですけど、一回ねこれで梱包していきたいと思います。それでは次の尺で次の尺でお会いしましょう。暑い。はい、毎年恒例の長谷川さんの亀甲流届きました。ありがとうございます。今回ねめちゃめちゃいいタイミングで来てくれたんで、3連休に博多に限定何個だっけ8株ね連れてきますので、楽しみにしててください。もうすごい割れがね、もう手のひらサイズぐらいあります。わかるかな。はい、ということで
今からこれも詰めてきますので皆様楽しみにしていてください。なかなか博多で会うことはできないんじゃないかなと思いますので長谷川さんの方は今回抽選っておっしゃってたんで、今回はね、まあ、僕らもちょっと日程で何個かずつでぜひねこれも見に来てくれたら嬉しいです。すでにやばいです。あとめちゃめちゃでかいのもあるんで博多のイベントよろしくお願いします。見えた方がいいですよね。しょい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 、どっせーん、すごい、はい、やばいやばいっす、ね、やばいよね。食べたくなっちゃう。食べたくなっちゃう。食べられるらしいからどうぞあのご購入いただいてからお食事あの召されていただきます。うわすごい、おーすごい、はい、バキバキです、バキバキです。いやちょっと急がなきゃいけないんでね、バンバン行きますね。はいはい、はい、よー、じゃあスタッフのあの大輝くんには選ぶ権利はないですけど、俺もこの開けてったやつから持っていくから開けてった開けてったやつ、だからファームにどんなのがあるか分かりません、ね、分かりませんの、ドラフト会議でしてわーって返してこっち持ってくる、これ博多です、これ博多です、決まりました、博多ドラフト決まりました博多ちょっとドラフト会議しても面白そうですこれはあれか、6寸か、6寸、はい、4寸か、これですね、はい、じゃあこれでドラフトは終了ですと、あげる、マジドラフトじゃんけんする、マジドラフトじゃんけんします。見てる人さ、博多の人はさ、マジドラフトじゃんけんする、そうなりますよねいい、どれもいい、スタッフ大輝一気に嫌われちゃうんじゃない博多の人に、埼玉の人にはよし、ガチドラフト会議、どういうドラフトにします？じゃんけんで、じゃんけんですね。大輝紹介させていただきますね。最近紹介しましたスタッフのオンラインファームの主任やってます、大輝です。大輝です、お願いしますちょっとまだ足りないところいっぱいですけど熱い男なんでよろしくお願いします。じゃあ行きますよ、はい、ドラフトじゃんけん、じゃんけんぽい、やー決まりました。どうするいやでもこのラインでしょですね、これかな、そうですね、これでいきます。これ博多一巡目です。一巡目決まりました。で気合が足りないんじゃないですか大輝さんやったぜ、やったぜ、博多の皆さんやりました、博多ふーってなってますよ。ちょっと沖縄に変えてもいいですか、沖縄急に沖縄の人、はい、これかな、まあそうなりますよね、なりますね。ファームの方は、ファームの方3連休こちらです。よし行くよ、もうあとあれだな、これとこれだからわかんない、どっちでもいいよ。それはでも博多っすよねそれはでも博多っすよね、とりあえずファームちょっと紆余曲折ありまして、とりあえずもう一個めちゃめちゃでかいのがあるんで、これが博多、まあ博多はもうイベントっていうことでちょっと申し訳ないんですけど、これは博多に持って帰る、沖縄に2個ぐらい持って帰ってもいい喜んできる人絶対いる、はい、最初はグーじゃんけんほい、はい、ほい、はい、気合いが足らなさすぎる僕ぐらいね、これはいいよね、真中さんどれどれっつってると思うんだよね、みんなこれでしょこれでしょって、これもいいな、これかこれか、あでもそうなるとあれだね、むずいね、あんまり変わんないからあれかなやばい俺が迷ってるこれもいいよね、このボコボコいいかも、ボコボコがこれ、はい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 、はい、どれもいいんだよね、最初はグーじゃんけんほい、よしやっと勝ったはい、ファームです、この辺か、よし、はい、はい、博多、はい、最初はグッジャグッ、はい、はい、あんまり変わりない、変わりがない、これすごいよね、これすごい、いいっすね、ですよね、ですよねじゃあ俺撮っていい、はい、はい、これ、はい、はい、今回は博多あれだから、はい、最後としてもらって、はい、はい、では博多にお持ちする、キッコリを決まりましたもしかしたら、もしかすると沖縄にも持って帰るかもしれないなんか申し訳なくなるよねはい、ということで2位、こんな形で、はい、今回の尺終わりです、はい、はい、長谷川さんいつもありがとうございます、ありがとうございます、僕らの方でもこういったミッションを作れるように頑張ります、はい。めちゃくちゃ綺麗。チャク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 チャ。
めんごめん。ああそういうことか。これか味だな。めっちゃ可愛い。怖いね。やばい。やば。これはやばい。ちょっとちっちゃいね。T シャツ完成しました。イエーイ。やろうな。はい、じゃあまず、はい、Black and Blue どうでしょうか。今回このようにこう擦れるっていう形で、3連休に向けてマナーズファームにこの T シャツは置いていきます。ただですね、なんだっけ、博多阪急でのイベントに関しては直接擦ることもできるので、まあ、生地によっては擦れないのもあるのかもしれないんですけれども、ひとまず擦れたので、まあ、1枚目これね、はい、新作、はいはい、こっちがですね初めて擦ったやつですね。マナ会長のアガベの中で休憩する会長シリーズ。いいです、かわいすぎます、はいはい、でプロトタイプ、マナ会長ですね。これはもうピョン吉意識してマンネスカーといった形で擦っております。これはもうマナーズファームに置いてありますので、ぜひね、試していただいて、あの合わせてもらいたいです。こと限定です。僕が初めて擦ったんで、まあ、博多の方はあまり失敗してほしくない方は来ない方がいいかなと、はい、これが、はい、これはパキプスを、会長がサンドバッグ代わりに殴るデザインになっております。まあ、会長シリーズに関しては僕が考案したものを絵にしてもらってるんですけれども、まあ、こういった形でね、ようやくワンポイントという形で販売できることになりましたので、またね今後、する機会はそこまで多くは作れないと思うんですけれども、まあ、限定の今回の博多のイベントだったり、3連休は、こう T シャツを置いておくので、ぜひね気になった方は見に来てほしいなと思います。またねサイズに関しても自分たちで擦ってるので、 M だったり L だったり合うサイズ合わないサイズとあると思いますけれども、ぜひね僕がいない博多に行ってる間もマナーズファームではこういうの売ってますし、博多ではこういったものをすることができますので、おそらく時間枠とかになっちゃうかもしれないんですけれども、そういった形でやりたいと思ってますので、気になる方はぜひね、無地の T シャツとか、他だと何だろうな、着のもの何でも大丈夫ですので、まっすぐしてればね、ちょっとハードなものだとちょっと厳しいんで僕らが初めてするにはするやすいものでお願いできたら嬉しいです。はい、そんなところでもうね暗くなってきたので、準備もほどほどにして、明日は岡山を経由して、福岡に行きたいと思います。はい、はい、そんなところで初釣りでした。はい、で、今日アガベと結交流とこの釣りを持って博多に参戦します。いやー、はい、そんなところで皆様博多でお会いするのを楽しみにしてます。またねうちの、スタッフ大輝は、ファームにいますし、カメラマンの、ひろきは一緒に博多に行きますので、皆さんね仲良くしていただけると嬉しいです。それではありがとうございました。よろしくお願いします。